2022ダトニオコレクション放出します。大型魚アクアリウムアロン78チャンネル、淡水。どうもアロン78です。はい、というわけで、ね、今回、ね、ダトニオ放出ねするんですけども、まあお気に入りのね、まあ、やっぱ個体たちなので、まあ、最後ね動画に残してあげたいなっていう感じがね、やっぱ気持ちがね強いですね。はい、ダトニオミクロレピウスですね。でこちらは、まあ、プラスワンとかリアルバンドとか呼ばれる種類なんですけども、まあ、リアルバンドですね。こちらをね今ねオークションに出品中です。4月の10日の日曜日かな、確かオークションが終わるのは。なのでね、もしね、まあ、オークションの方ヤフオクの方をね見ていただいて、まあ、もしね画像とか見ていただいて気に入っていただけた方にね、まあ、落札していただければなと思うんですけども、ちょっとね申し訳ないことに、まあ、あの発送がね、まあ、ちょっとあの北海道だったりあの九州だったりはちょっと今タイムサービス便とかもちょっとできなくて、まあ、ちょっと難しくなってます。すいません。まあ出費はねちょっとヤフオクの方に出してるので、もしよかったらねそちらの方を見ていただければなと思います。でね、こちらのねダトニオの、まあ、いいところなんですけども、このキャラの、まあやっぱ乙姫ね人工飼料よく食べてくれて、まあ、育ってくれたっていうのと、まあ飼育しやすいという感じですね。あとはまあほんと2020年 YouTube 活動を再開して、その時からねダトニオにハマって、またねハマってたくさん買ったんですけども、ミクロレプスとか、まあ、その中でもね、まあ、割と我が家ではね、我が家にいたっていうの話なんですけども、発色率高かったりするのかなっていう感じですね。でこの個体のねいいチャームポイントなんですけども、ここですね。このねバンドがかっこいいんですよ。こう流れてきて、まあ、この流れ方も割と綺麗な方ですね。で、ここがつながっている。これがね、個人的にはかっこいいなと。まあ、ホンダトニオだとこういうの結構多いのかなっていう感じするんですけど、まあ、リアルバンドでもね、まあ、たまにいたりするんで、と思うんですよ。で、まあ、これ結構珍しいのかなっていうのと、全体のフォルム、バランスがかっこいいかなっていう感じですね。ちょっとね、こっち側も少しね、まあ、ありますね。まあ、全体的に、まあ、かっこいいかなっていうふうに思いました。まあ、シミね、ちょっとあるんですけども。まあ、どうしてもね、この個体、間にね、シミ見えちゃうんですけども、それでもね、全体のバンドの雰囲気だったりね、まあ、さっき言ったみたいに、あとやっぱ、フォルムとかね、餌食いが気に入って購入しました。そして、まあ、貴重なあくびシーンが撮れました。2021年の春ですね、これね愛知県のアロカフェさんに行った時に、もうこれかっこいいなと思って、綺麗に発色してて、でもう全体のバンドとさっき言ったみたいにバランスがね気に入ったんで、まあね、高かったんですよ結構、その自分の中ではね、その今まで安く集めてたんで高かったんですけども、たまたまセールになっててそれを見て購入したんですけども、まあ、それでも高かったっていうね思い出がありますが、まあ、サイズもね結構良かったんで、もうその時からで、まあうちに来てね、まあ、約1年近くですか、まあ、飼育してっていう感じになりますね。これはねちょっと前の画像ですね。まあ、ダトニオミクロレプスなんでね、まあ、発色してる時もあればね、まあ、黒ずむ時もあるんですけども、まあねこうやってアルワナとね混泳したりしたりして、ちょっとね動画とかにも映ってますかね。まあそんな思い出があります。まあ、割とね発色率は高い方かなっていう感じで我が家では飼育してました。はい、まあ、というわけでね、まあ、動画もねしっかりと残しておきました。まあそうですね、個人的にはね本当残したかったんですけども、これはですね最後まで残したかったんですけども、ちょっとねいろいろ大変なこととかね、ちょっと新たにちょっとまあ挑戦したいというか、新アロ78というか、まあ個人事業主でねやってるんですけども、まあ新事業部というか、まあちょっとそんな感じで広げようかなみたいな感じの時に、やっぱどうしても、ね、資金がなかったので、ですね、このまあ自分なりに大切に管理してきたこのねリアルバンドをちょっとまあ資金に当てようかなという形になりました。まあよかったらね、まあ、気に入った方よかったらヤフオク通してもらえればなと思うんで、よろしくお願いします。まあ本当にそうですね、まあ、もうちょっと飼育したかったんですけども、という形ですね。はい、まあ、そんな感じです。まあいろんなねダトニオをまあ集めたりね入れ替えたりいろいろコレクションしてきたんですけども、まあ今
これ含めてリアルバンドは3匹かな。でまあ最終戦列っていう形ですね。他にちょっとまだ出すかどうかもちょっと分かんなくて、今後の展開したいって形になるんですけども、まあ、またねあの YouTube だったりいろいろ見ていただければありがたいです。今ねちょっといろいろ準備したりでちょっと忙しかったりもしたんですけどね、またね報告ねできればいいなと思います。というわけで、ダトニオかっこいいダトニオのマキでした。ヤフオク出品中。ご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう。アロナナチでした。